はい、どうもこんにちは。嘘つき系 YouTuber のヨシスレです。この前1週間ずっと投稿するというところ全く守らず、ついにいつの間にか高石市まで来てます。で、今回8月12日に個展をするんやけど、そこにあの飾る用のみんなの絵を高石市の小学校のみんなに募集したところ、結構いろんな人が描いてくれてるみたいなので、それを見たいと思います。で、一応その賞金というか、商品券なんやけど、それを手渡しで渡せるように、お母さんとかお父さんとかの手に渡ったら絶対におもちゃとか買われへんから、多分1万円か2万円の商品券を手渡して渡すっていう風な最優秀賞、よししすれ賞を決めるので、今から潜入したいと思います。さあ、どうなるやろ、行きましょう。やる？やりますか、渡谷さん。うわ、こう見たいんか。これやば。おいおい、調子乗って絵をやりましょうみたいな、賞金決めてみたいな言ってたけど、ちょっとレベル高すぎん？おお、この花火軍団はなんかやっとるな。花火なんか、シーザーレストランって高いし、ああ、浜田公園で朝日さんの時に見て、あ、そうなんや、うん、それが私の好きな高いしって。こいつらグループで目立とうとしとるな。お前、浜田公園の花火スイカ割り、おほほ、何まご結構来てるな、やば。カモ幼稚園、はい、高篠浜駅。おお、こんなに、おお。カモンバドミントン、お前大丈夫か、心に闇持ってないか。7歳、ゆうたくんだけど、これすごいな、ソフトクリームめっちゃ好きそう。花火がやっぱみんな人気やな。そうですね。ほうほうほう。これどうします、これどういう風に決めるか。というわけで審査難しかったけど終わりました。みんなすごいいっぱい絵描いてくれて、やっぱ想像を超えるような絵を描いてくれたんやけど、今度8月12日、1時から高石市のアプラホールで、最優秀賞とかよししすれ賞とかをの受賞式をやるんで、また近くにいる人は見に来てください。で、そこでオープニングパーティーとかでちょっと音楽鳴らして自分の絵とかも展示するので、それとかも見てくれたらいいなと思います。ということで今回は終わります。またいつかお会いしましょう。バイバイ、ありがとうね、チャオ。